皆さんこんにちは、刺繍ブランド糸話の伊達です。今日はですね、今まで3年ぐらいやってきて、本当に右左分からずにこう進んできた、その最初の1年とか2年ぐらいの時に大変だったところを話してみたいなと思ってます。1個目はですね、もうこれ絶対あるあるだと思うんですけども、やりたいことがこう多すぎてパンク寸前にこうなるわけですね。そこがすごく難しいなと思ったところです。会社に勤めて、例えば、誰かからタスクを依頼されて仕事があるっていう状態ではスタートせずに、本当ゼロからなので、ある意味そのやりたいと思ったことが全部できてしまう環境なんですね。それってこう言葉だけで聞くとすごくなんかこう楽しそうだし、実際楽しいんですけども、本当にやる側になると何から手をつけようとか、自分でやりたいことってなかなかこう逆に優先順位がつけづらかったりしてですね、他人から言われたりやらなければならないことって意外にこう優先順位をつけられるんですけども、自分でやりたいことってなんか全部やりたいからどうしようみたいな風になるんですね。なんかそこがでも大変だったなという一つ目かなと思います。でそれをなんかどんな風に乗り越えたかというか、一番最初の頃はすごい良かったなと思うのは、壁打ち相手になってもらう人を見つけるっていうのがとても良かったかなと思ってます。糸話の場合はその副代表の杉川とか、あとはですね、社外顧問という形で小安さんという方がいらっしゃるんですけども、この2人がですね、すごく私のとにかくやりたいことのアイデアとかをすごく丁寧に聞いてくれて、じゃあそれとこれは一緒にできるんじゃないかとか、今はそれはやるべきことじゃないんじゃないかとかですね、すごく整理整頓するのをサポートしてくれたなという印象があります。とにかくこう却下されたりもするわけです、自分のアイデアが。だけどそれに対して卑屈にならず不安にならずに話していける人とこう壁打ちをしてもらうっていうのが本当に1年目2年目でとても大切だったなっていうふうに思ってます。それが1個目ですね。2個目はちょっとその人との関係性に近いんですけども、手助けが結構こう自分の中で負担になってしまうっていうところがありました。これはですね、誤解を恐れずに言っているんですけども、助けてほしくないとかっていう意味じゃなくて、もう本当に私の課題としてなんか何が困ってるのかを具体的に言えないっていうのが 1,2 年目の難しさだなと思いました。まだまだやりたいことが猛烈に膨らんでいる状態で、あれも足りない、これも足りない、お金はとにかく足りないし、その出店の機会もないし、人もいないし、もうないない尽くしの中で、だから助けてほしいことばっかりなんですね、基本的には。だけどタイミングってやっぱりそれぞれあるなと思っていて、どこでいつ誰に助けてほしいかっていうのはこっちから具体的にお話しすべきところだけど、そういうこうかっちりしたカテゴリーがない分、なんかいろんな人に来ていただいて来てもらえるのが嬉しいから、じゃあ一緒にやりましょうって言って、その場のテンションというかですね、興味で進めるんだけども、なんかこうお互いにとってこうちょっと苦しくなっちゃう時とかがあってですね、それはそういう人たちが悪いとかでは全くなく、こちらがですね、やっぱりその具体的な困りごとをこう出せない時の難しさというのはすごいあるなと思いました。それは最初一つ目に言ったやっぱり壁打ちをしていく中でニーズをこう明確にしたりとかですね、あとは人と人なので相性ももちろんあると思うので、なんか私が一緒にお仕事しやすい人ってどんな人だろうって、自分でこう自問自答したりですね、そういう中でちょっとずつ、今も本当にまだまだ悩んでいるところなんですけども、最初の頃よりは言っていただいている部分と噛み合わないから、今はこの先いつか助けてほしいっていう風にお伝えできたりですね、すごく必要な人だったら逆に自分たちの方からオファーをして入ってもらうとか、そういうことが本当にちょっとずつですけど、これもやるようになってきてるかなと思います。だからもし今本当に創業したてで何から始めればいいかわからないとか、ちょっとこう苦しくなったりしている人がもしいらっしゃったらですね、あんまりこう恐れずに勇気を持って自分の気持ちとかを明確にする時間を取れたらすごくいいのかなっていうのは、実は一番大切なことだったかなと思っています。そんな感じで今日はですね、創業して 1,2 年ぐらいで見え始めている部分についてお話ししました。本当はですね、まだまだ自分もそうやって先輩の経営者さんから学ぶべきフェーズに全然いると思うし、まだまだ正解は見えてないような部分なんですけども、何か皆さんの少しでもお役に立てたらいいなと思っているので、この話もっと聞かせてほしいとか、私の個人的な相談に乗ってほしいとかありましたらですね、ぜひぜひこちらでコメントいただけたらなと思います。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。